どうも、一つ目の化け物先端恐怖症です。5万円払えば無料で500連ガチャを引くことができ、さらに隠しレジェンドまで無料でもらえるらしい。エイペックスレジェンズのエイペックスパックを引いていこうと思います。具体的には1パック、まあ大体100円のものですね。隠しレジェンドというのがあります。まあ言われてるのは 0.1% ぐらいでもらえるらしいんですけど、オレンジ色にね、光ります。ということで、早速1万円とりあえず入れていこうと思います。はい、ということで1万1500コイン手に入れました。1万2559円ですね。こう引いていこうと思います。ちなみに5万円払えばというのは、5万円が上限になってまして、まあ、約5万円ですね。約5万円、正確には4万7520円らしいんですけど、これを使うことによって、確実に手に入るということなんでね、まあ実質無料ということですね。引いていこうと思います。じゃあ購入と、10パック、まあ大体1000円ですね。 OK、 じゃあどんどん引いていきますか。どうしよう、毎回買った、まあいいか。さて、来るかな、初手から来るかな、来ないね。青色がこれレアですね。白がコモンかな、普通のノーマルですね。レア、うん、あれですね、パスファインダーか。こんな感じでセリフとかバーナーとかも手に入りますね。あとクラフトメダルって言って、レジェンドを作る時の材料になるものとかも作れます。お、いましたね、スーパーレア。紫色がスーパーレア。いいですね。おー、かっこいい。ミラージュの、いいですね。発光。あと武器スキンなんかもありますね。まあ欲しいね、武器スキンもどんどん手に入れていきましょう。どんどん行こう。うわ、100円のね、重みの軽さ、重みの軽さ。どんどん、そうそう、こんな感じでね。倒された時とか、試合始まる前とか、今、かっこつけられるんですね。モバゲーの、モバゲーとかね、なんだっけ、お絵かきの森とかの、ね、想像したらわかると思うんですけど、こういうフレームみたいなのってあります。オーバーナーポーズとかもありますね。いいですね。ロスポイタン。どんどん引いていこう。これがね、オレンジオレンジオレンジな隠しレジェンドなんですね。これを引いていきましょう。うん。まあ、テンプレで引いていこうか。お、スーパーリア、いいね。ピースキーパーとかのね、スキンとか欲しいですよね。まあ、できればね、5万円行くまでには、決められたらの、5万円行くまでには引きたいね。いや、来ないですね。お、でもスーパーリアの確率結構高いですね。いい。スーパーレア7パーレアだったなと思うんで、レジェンドが7パーか。いいですね、3度番ですね。どんどん行こう。レアだね。セリフ、セリフが一番欲しくないかな。まあ映画なんでね、分かりづらいですよね、配信とかしてもね。かわいい、パスファインダー。お、レジェンド来ました。初レジェンドですね、僕。なんだろう、おー、プラウラーだ。いらねえ、かっこいいけどいらねえ。へえー、おもちゃですね、おもちゃ。かっこいいおもちゃだ。子供を愛すのに最適。ということで、こんな感じでどんどん引いていこう。ちょっとテンポ悪いにはもっとどんどん行きましょうかね。ちなみにスーパーレアですね。オレン、紫色が 24.8%、レジェンダリーが 7.4% か。まあまあ、まあ妥当か。妥当っちゃ妥当でしたね。10パック目はね。テンポ悪いんでどんどん買っていきましょうか。よいしょ。まあ、とりあえずね、3000円ですね、今んとこね。今1000円終わりました。3000円払えば無料で30回回すの男。おー、来た、レジェンド。なんだ、一番のおもちゃ。ガラガラって言われてますね、これね。赤ちゃんを怪す用のガラガラって言われてる。モザンビかっこいいんだよな、無駄に。3発しか入らないショットガン。くそ、おもちゃ。どんどん行こう。とりあえずは、レジェンドが10パック中で2個出ればいいかなって感じですね。どんどん行こう。おお。スーパーレアですね。お、いいね。G7 スカウトだ。いいですね。どんどん行こう。オレンジ、はいね。いやー、0.1% ですからね。なかなか来ないだろうな。おお、いいですね。レジェンド。おお、いいね、いいね、いいね。賞金稼ぎ。へえ、まあ。これをね、なんていうの、タグっていうのは、なんていうのかな。倒した時とかね、なんかかっこつけれるんですよ。まあ、この人強そう。一気にセットですね。フレームがね、セットですね。どんどん行こう。セリフなー。おお、今回レジェンド率高い。これ流れ来てるんじゃないか。おお、いいですね、ヘムロック。かっこいい。いいね。いいね、いいね。ヘムロックは結構使うこと多いんでね、初手とかでね。いいですね。よいしょ。一番好きな武器は、なんだろう、やっぱスピットファイヤーとか出てるといいですよね。使いやすい武器ですね。ロングボウ。ロングボウのレジェンドとかも欲しいですね。今回はレジェンド率結構高いけど、どうなんだろうな。まあ、とりあえず、オレンジ色の光が来たら終わりなんで、それまでには、レジェンドをたくさん出したいところだけど、いやー、まずいな。流れ悪い、流れ悪い。どんどん行こう。テンポよく、テンポよく。
あ、レジェンドが出たらちゃんと確認するって感じでいこうかな。あと、ウィングマンもね。ウィングマンめちゃくちゃ好きなんですよね。やっぱ、あれだよね。ウィングマンは、ロマンがあるからね。ロマンのある武器、ロマンのあるキャラクターをどんどん作っていきたいですね。おぉ、スーパーレア。ちょっとスーパーレア率もちょっと低いですね。レースですね。レースの、まあ、あれが手に入ると。区内がね、隠しレースが手に入るんですね。引いていこう。うん、いいね。R99 とかは最近ね、結構使ってるんですよね。結構強いですよね。扱いやすい。おぉ、レジェンド。ドゥーン。レジェンダリーのクラフトメタルって何？こんなんあるんですか？マジかよ。スーパーレアとかレジェンドはね。お、レジェンド来た。いいですね。おお、いらねえ、コースティック。目隠しだ。どうやって見るんだろう、これ。うん。お相撲さん。おお、レジェンドとスーパーレア。おお。いや、なんでおもちゃばっか出るんだ。まあまあまあ。ハンドガンですね。あ、かっこいい、でも。かっこいいですね。いいね、レジェンドですね。何かな？ジューン！おもちゃばっか出るな。おもちゃレジェンドばっか出るな。嬉しくないんだよな。ちびっこに大人気。来ないな。白白。おお、レジェンド。いいね。やっぱレジェンド嬉しいですね。おお、かっこいい。スピットファイアだ。おお、いいですね。これは嬉しいかも。おー、いいですね。ここで引く。おお、レジェンド、いいよいいよ。やっぱ気合が大事、気合が。おお、微妙。アメリカのその海外の洋芸のフリーゲームみたいなグラフィックだな。おもちゃばっか出るな。流れ悪い。いや、ここで1万か。早いな。早いですね。これで1万円使い切りましたね。約1万円。早いな。どんどん入れてっか。あ、無料で手に入った。ログインボーナスかな、これ。ありがてえ。運営さんに感謝だね。運営に感謝。ログインボーナスで1万円分ももらえたぜ、無料で。1万円払うだけでログインボーナス無料でもらえた。かっこいいね。同じリアリティ。おー、レジェンドクラフトメタル、やったぜ。イエ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 イ。で、だから500連ガチャ引いても出ないってことだよね。レジェンドいいよ、みんなあれ。おお。さて、お、いいね、トリプルテイク。オレンジ色、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 エイペックスレジェンドで5万円突破した時の顔になっちまいそう。お、これかっこいいんじゃない？あ、これ合いそうですね。これは嬉しいかも。いいね。忘れないで、お金よりも大切なことがある。忘れないで、お金よりも大切なことがある。金より大切なものって何なんだろう。それはエイペックスレジェンドで区内を出すこと。
結局な、苦難を出すことってお金よりも大事だからな。お金よりも大事なことがここにあるからな。後ろ、でも5万円って過去最高に課金額かもしれない。いや違う、だから5万円出す前提じゃないんだから、それまでに出せばいいんだから。うん、めじゃん。あお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 。来ないねー、来なくなったねー、レジェンドも来ないねー。パンパンパン、おいレジェンド、レジェンド、いろんなつってんとこや。おーレジェンド、モザンビーク買ったら怒る。おー、あ、これ割といいんじゃないか、ブラッドハウンド用いいね。おー流してる。おーロングもかっこいい、マジか。おお、かっこいい。これは使いたい。いいですね。ロングもめっちゃ好きだから嬉しいな。おお、レジェンド祭りだ。これは流れてる。いいね、いいね。なんだこれ。ログインボーナスか。は言ってられないですね。ここで、37,500 ぐらいかな、大体。37,500円ぐらいか。うん、まあ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 。まだまだいけますよ。これからですよ、これから。レジェンド、おい、おもたしかでかっこいい、無駄にかっこいいな。しかもプレイヤーもあるのか、無駄にかっこいいな。お、レジェンド、スクラフトメタル、イエー、ファーン、ファーン。お、レジェンド、いいね、こいつレジェンド率上がった。あーでもこれ逆にいいかもな、ウィナーズ。これあれみたいなね、トイストーリーマニアみたいなね。さあここで半分かな。よし、次がまあ大体半分ぐらいかな、まあ、正確には違うかもしれないけど、次出そう、いきます。ほいオレンジ、はい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 。おいレジェンド、レジェンド、おーいいね、なんだこれ。ニコマ漫画みたいな、いいね、よくわかんないけどいいね。当たってくれ、当たれ、当たれ、いける、やれる。おいレジェンド、なんじゃこら。あ、でもかっこいいな。これならコースティック使ってもいいかもな。これかっこいい。いいですね。はい。今ちょっと計算してみたんですけど、今300パックちょうど引いてるっぽいですね。300パックちょうど引いてる。ということで、あと200パックか。半分超えたか。おーレジェンド、なんだ、おーかっこいいな、ジブラルタル。これいいですね。
こりゃかっこいい。なんか戦時中みたいな感じ。あ、だけどなんか古いんだね。なんかエジプト文明みたいな感じですね。これかっこいいな。まあ、近未来って感じですからね。ちょうどなんかノスタルジックな感じと、ノスタルジックな感じ。こうなんかね。表現できないけど、いいね。良い。いいものは良い。出ない出ないなあ。てか勝手にだだこんな課金をしたのはくそ。あ、てか勝手に購入に。オーレジェンダリー、お、EVA だ、かっこいい、いいですね。金色系かっこいいな。レジェンダリー、おー、かっこいい。ゴミ箱へみたいな、四次元ポケットみたいな感じですね。光の中へ、こりゃかっこいい。いいの当たったな。あれです、いいね。来てくれー、そろそろ来てくれー。来ないよー、助けてママー。はい、ここで普通にレベルで手に入る分、今38レベルなんで37個多分引いてると思うんですね。それを加味して考えた場合、これもプラスで500パックなのであれば、残り10パックですね。残り10パックで確実に出るというところですね。ちょっとゆっくり引いていこうか。いやー、それまで出てほしいけど、まだここまで来たらなんかそんな変わらない気もするけどな。クラッシュメタルと、あ、待って、これもしかしてレア全部引き切った？うわー、マジか。ここに来て引き切ってますね。おそらくクラフトメタルしか出なくなった。このゲーム重複しないので出尽くしたんじゃないか、もしかして。うわー、出尽くしてる。うわー、レアが出尽くしてしまった。マジかー。ここに来て出尽くしてしまった。うわー、出尽くす前に出したかったけどなーとか言ってたら、もう天井見えてするけど。はい、ということで、課金の上限に行ってしまったので、引いていきます。とりあえず2150。いや、もう目に見えて天井が見えてきましたね。ってことで、だから、そうだよね。だから、多分これを2回しか買えないのかな、もう。とりあえず引きましょう、引ける分だけ。マジかよ。とりあえず10個ずついくか。とりあえずあと3回。いや、あと2回で出るのかな。だったら自然で出るって感じですね。ラスト2回。いやー、待って、次かこれ。確実に出るの次かな。いきます。いや、違うんだ。ってことは、純粋な課金だけだ。純粋な課金額だけですね、これ。
うわーってことは、なるほどなるほど。ってことは、あと、今460だから。いやー、これで470か。いや、マジか。青、白、白と。白。うわー、まあこれも天井見えてきたな。あと10人かい。じゃ課金だけか。なるほど。あとじゃあ30回かな。これだと30。いやー、それまで出てほしいなー。ゆうパック。おー、来たー！確定じゃない！やったー！出ました！バーナーポーズ！やったー！よかったー！天井に達しなかった！ギリギリ達しなかった！来たー、急に来たなー。ここで来るのか。拳が区内になります。いわゆる区内。隠し。レジェンドセット出ましたー。いや、マジか。見つけてみろ。うわー、ということで、今11パック引いたから471パック目で出ましたね。いやー、天井にギリギリ達しなかった。あと29回引けましたね。いやー、多分天井じゃないはず。いやー、でもよかった。471パック、1連ガチャを無料で、5万2000円払えば、471連ガチャを引くことができ、さらに隠しレジェンドまで無料で手に入るというところですね。はい。ということで、レイズ、レジェンド、あ、レジェンド当たってたのか？レジェンドで、これですね。いやー、ということで、検証結果ですね。5万2000円払えば無料で隠しレジェンドが当たるということですね。ということで、お付き合いいただきありがとうございました。マジか。いや、正直、なんだかんだで、最初の1万とかで当たるんじゃないかなと思ってたんですけどね。いやー、5万か。まあまあまあ、天井に行かなかった分、まだギリセーフかな。もしかしたら天井行ってるかもしれないですけどね。はい、ということで、お付き合いいただきありがとうございました。動画とかもね、これから、まだ全然 APEX の動画出してないんですけど、出していこうと思ってます。生配信の方では結構やってますので、YouTube 生配信の方でぜひ、ご覧いただければ幸いです。本当にここまでお付き合いいただきありがとうございました。それでは失礼します。バイバーイ。